カバレ県と二千一年から二千五年の県境カバレ、県はウガンダ南西部キゲジ南東部の県。九百七十四年に南キゲジ県として設置され、九百七十九年にカバレ県に解消され、九百九十一年に西部がキソロ県に分割された。カバレ面積は約千八百二十七平方メートルで、軍と同格のカバレと北東部に、ルキガ軍、 西部にルバンダ軍、南東部に、ドルワ軍の4軍に、ルキガニ4、ルバンダに5ンドルワに8と、カバレの3区を合わせ20の副軍に118の、京区と1374の村が置かれている。2002年の国勢調査人口は47万1783人。知事に相当する第5地域議会議長は、カクルアドソン。カバレ県の後継全域が、 標高2000メートル前後の山岳地帯で北西から南東への山脈がいくつも連なっている。西部にはブニョニコンがあり、湖とダンダン畑が、カバレの代表的な景観となっている。ムバララからムトゥンガムを経由しカバレに至る、幹線道は、ルワンダとの国境のガトゥナに続いている。北西に、ウーインディ原西国立公園でカヌング県、北に、ルクンギリ県、 北東にアンコーレ王国のントゥンガモ県、南にルワンダ北部州、南東に東部州と接する。ありがとうございます。